さあ、今日は延期になった、ジュビロ戦を見にヤマハまで来ています。で、マリノスはね、残留決めたんですが、ジュビロは、下から3番目降格圏内にいるということで、なかなか激しい試合になるんじゃないかなと思ってます。前節のジュビロはガンバ相手に結構な強度の試合をやっていて、本当、ガンバーにね、勝ち点3が入ったんだけど、まあ、岩田が勝ち点3取っていてもおかしくなかったなっていうぐらい、すごいいいサッカー、まあ、ゴールにね、どんどん向かうサッカーやってて、マリノスも残留決めたって、ふわっとした感じで入っていくと、普通にやられちゃうので、まあ、目標はね、残留じゃなくて、ACL 制覇だったりとか、あると思うので、その辺ね、気合入れて頑張ってほしいなと思います。で、今日はFC 周りでチームメイトだった人が来るということで、まあ、そこにね、会えるのも楽しみにしてます。大丈夫ですか、神田チェック。今治時代のそんから入る な、でも僕もこんな感じ。今治時代のチームメイトのパパイヤーさん。お久しぶりです。パパイヤーです。何年ぶりにパパイヤーって言ったか分かります。やめと。もう始まってるでしょ。始まってるでしょ。始まってる。大丈夫この感じ。しかも使います。お、使ってください。どうも、お久しぶりです。天野っち、天野裕太さん。1個上です。お久しぶりです。はじめまして。今日ジュビロ対マリノス見に来たんですけど、まあ、せっかく元今治ということで、そうね、ちょっと今治時代の話を軽く聞きたいなと思って、うん、2013入団ですよね。そう。で、2013退団 ?1 年。ああ、今治は。あ、首同期ですね。そうだね、同じ年だね、辞めたのは。ちなみに、うん、その前の所属が今でいうアトレチコ鈴鹿、ね、キングカズの、うん、鈴鹿から今治への移籍の、うん、きっかけ、うん、だったり、うん、どんな思いがあって、うん、まあ、言って鈴鹿も強かったじゃないですか。まあまあ地域決勝に出た年ではあったけど、天皇杯だったり、うん、何が理由だったんですか。まあその限られたサッカー人生の中で、まあ、20あの時が今治に移籍した年が24歳かな。だからまあもうチャレンジしたいっていう気持ちで今治に移籍した。新たなチームで、うん、あんま覚えてるか分かんないんですけど、僕2012がスーパーサブ、自分で言うのもあれだけど、うん、途中からスピードキャラで出てくタイプだったのに、うん、天野っちが来て、うん、天野っちが途中出場の役割になって、うん、僕メンバー外になって一人でシクシクしてたんですよ。いやいや、そんなことない。最終的にでもヤスが試合出て決勝ゴール決めたり、俺どっちかというとあの LINE ね、ダンス枠みたいにね、なりかけた時期もありましたので、まあ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 いい思い出だね。2013クビですか。2013はもう自分からもう退団するというか、もうサッカー引退するって伝えたから、あ、まあ、でも試合の出場数的にも多分それ言ってなかったとしても、うん、おそらく多分切られてたは思う。あ、うん、じゃあ実際クビかどうか分からず、そう、もう自分からもうサッカーは引退しますっていうことで、その段階でやめようと思ってた。いや、まあでもちょっと燃え尽きかけたのは
実際 あとそのサッカーでお金をね生活できるだけもらってた環境ではなかったから、まあ、その先を考えた時にこのままね行って果たしてそうプロサッカー選手になれるのかっていうところでいろいろ考えた上での決断ではあったけど、うん、確かにあのカテゴリーでも、びっくりするぐらい上手い人たくさんいるじゃないですか、まあ、間違いない、まあ、今はまた特にね、うん、今はまだ2012の地域決勝はどこと対戦しました、うん、2012っていうと俺鈴鹿の時、鈴鹿時代の時は、相模原、アジアの岡山のネクスと、で今の鹿児島ユナイテッド、もう今 J 常連のそうだね、そう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 、はいはいはい、はい、うん、そうですね、で2013はどこだ、2013はサウルコスと上がってない、岡山のネクストもいたか、あ、いた気がする、なんか2年連続もやった記憶がある、あとつくばだ、あ、ジュイフル、それが初戦だったね、そのやめようかなみたいなのは、シーズンのどれぐらいで考えてたの、でも結構終盤の方かな、シーズン、真っ只中って時はあんまり考えてなかったけど、シーズン終わりに差し掛かって、まあ、怪我もあったりして、そういう時に、来年どうしようって思い始めた、考え始めるぐらいの時期に、やめるが選択肢、まあ、ここで一区切りかなみたいな、そうだったんだ、そう、話一気に変わるけど、今 J2 昇格したじゃないですか、今治が、今治の成績とか試合とかチェックしてました、成績、まあその試合たまにその J1 とか J2 なんかたまにダゾーンはやっぱり見るから、あ、今治の試合やってるくらいな感覚かな、逆にその JFL にいた時にその宮古台来た時、本田FC、地元だから、そういう試合見に行ったりはしてたけど、そうそうそう、今逆に試合見に行くとかはなくなっちゃったけど、まあでも結果は見てた、試合というより、そうだね、嬉しいですか J2 昇格、いや嬉しいね、まさかまさかというかもうねやっとか、どっちかというとでも天野っち結構すごいんですよね、その鈴鹿も今 JFL だし、今治も J2、 そうね、所属してたチームがそう活躍してくれるのはまあそうだね、古巣としては嬉しいもんね、幼馴染が松浦選手でしたっけ、幼馴染というか、まあ、小中と一緒に持ってきてみろ、今品川、品川だね、牧野と、牧野どんな選手でしためちゃくちゃうまかったよ、やっぱ、まあ、和製飯ですよ、身体能力お化けですもんね、身体能力、そうとか、まあ、ドリブルとかやっぱ技術的なところはやっぱり長けてたね、今治時代2013のエピソードなんかあります、印象に残ってる、印象に残ってることなんだろうな、まあでもそれこそさ俺らの時だからかな、あのラジオ始まったの、全然サッカー関係ないけど、あれ結構楽しかったなっていうのもあるし、まあそれこそあのなんだラインダンス、あれも勝ってみんなと喜ぶの、まあサポーターも一体となって嬉しかったし、まあその時のサポーターの人が今もこうやって応援してくね、スタジアムのああいう映像とかで見ると嬉しいなってなるけどね、確かに今もスタジアム行くといますよ、和田さんとかいます、二宮さんとか、ね、はい、います、そういう人たちがやっぱりねずっと応援してくれてたからこその J2 昇格だと、僕この間ゴール裏行ったら、あのいつもマリノスの試合見に行くカバン持ってゴール裏行ったら、サポーターのおばちゃんにマリノスやんって言われて、あそうですねって言ったら、その和田さんがいやいやもっと FC 今治やっけんって言ってくれたんですけど、いやマリノスやんって言われてちょっと詰められてなるほどね、違うだろうとここ今治のゴール裏だぞっていう、なるほどねそれぐらい、今ちょっとゴール熱くなってるんだ、そこ、まあ、いいことだね、強くなってる証拠だね、僕とのエピソードありますか、2013シーズン、1シーズン過ごして、やすか、最初のあの九州の日本西日本大会迎え行ったら全然起きてこんみたいな朝めちゃくちゃ早くて、バスの集合時間あるのにやすんち前ついて着いたよっても全然連絡つかん、これ俺ら九州行けないんじゃないか、あの俺入団したばっかだし遅刻はまずいみたいな、やばいやばい、あれ結構一発目の思い出かな、そうですね、朝3時集合とかのやつですよね、くっそ早かった、そうですよね、僕いつもより早く寝て、明日に備えようって言ったらぐっすり寝ちゃって、そうだね、チームバスが家まで来るっていう大失態そういうことあれはそうですね、あれは思い出かなやっぱり、やばい、吐いたばっかだし結構ね鮮明に残ってやべえやつになるやべえやつやばいやつです、やばね、まあまあでも JFL 昇格できなかったね、やっぱりね、悔しいけど届かなかったですね、まあでも
もちろん決勝も行けたし、天皇杯も出れたし、うん、まあ、いい思い出ではあるかな。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に、うん、パパイヤじゃんけんお願いしてもいいですか。最初はグーじゃんけんぽい。控えめできるかお前。そんなとは控えめだけど、当時からめっちゃ好きでめっちゃやってもらった気がする。まさかね、もう死ぬまでやらないと思ってたからこのタイミングで、まあ、36歳あれから10ちょっとやるタイミング。だって今静岡一部県の一部、静岡県一部、うん、サポーターもいらっしゃいますか。サポーターさんもいらっしゃる。あ、じゃあちょっとそれはぜひね、サポーターの方、そうね、絶対に触れてこないよもうね、これで最後にします。お蔵入りでよろしくお願いします。ラストパパイヤジャンケンでした。ラストパパイヤジャンケンでした。YouTube でやっていただきたい。サッカー教室のたんびにやってたパパイヤさんからオファーがあれば行きますけど、うん、本家から、まあ、本家から来ればね、そこはやっぱりなければお蔵入りですありがとうございます。ありがとうございます。じゃあケンゴくんに最後メッセージ一つです。ケンゴさん、お久しぶりです。いろいろサッカー指導、いろんなチームでされているということで、また会える日を楽しみにしています。ファイヤまでお越しください。機会は試合後半戦30分頃から試合終了後30分までとなります。なお景品の受け渡しは混雑が予想。ということで、4対3で勝利しました。まあロペスに点取らせようとかそういった試合だったのかなと。で、一瞬いいプレーとかあるんだけど、それがやっぱりチームとしての決まり事じゃないから継続性がなくて、最後ね、岩田に追い上げられて、あわや同点みたいな。ゲームコントロールの部分は今季の課題なのかなと思いました。まあとりあえず勝ってロペスがこれで単独得点王になり、一桁順位ね、マリノスが上がったっていうことはポジティブかなと思いながら、
小池龍太をボランチで先発させなきゃいけないのか、うん、水沼をね、クローザーとしてボランチで投入しなきゃいけないのかとか、ちょっとよくわかんない采配のところ山村使えばいいんじゃないかなとか思ったりするんだけど、うん、新監督が決まらないことにはこんな感じかなと思いました。はあ、あと J リーグあと2つ勝って、少しでも上の順位で終われたらいいのかなと思いました。またね。